d ーピ・ジープは、ナルニア国物語に登場する架空のキャラクター。物言う、ネズミの属長である。優れた剣士にして、水泳の名手でもある。騎士道精神の持ち主で、誇り高く名誉を重んじる。たとえ相手が憎むべき敵であろうとも丸腰だと全く手を出さない。ただし、これが講じて、チェスなどのゲームでさえ、勝つための戦術より、実際の戦争における、 騎士としての対面を優先する傾向があり、負けることもしばしば。体長は普通のネズミより大きく、子犬くらいのサイズ。後ろ足で立った時の高さはおよそ2フィート。ライオンと魔女で、アスランの遺体を解放したネズミの一団の子孫。カスピアン王子の角笛で、初登場し、物言うネズミの族長として、一族をまとめ、カスピアン王子と共に、テルマール軍と勇敢に戦っている。 第二次、ベルナの戦いでは、尻尾を切り落とされるという不名誉を得たが、アスランによって再び尻尾が生えたという。リーピチープの後、族長に選出されたのはピーピキークである。朝開き丸東の海へでは、カスピアンと共に、東の海への航海に出、船がそれ以上進めないところまで行くと、小舟に乗って最果てにあるアスランの国へ、一人旅立つ。最後の戦いの果てに、 ルーシーラは、アスランの国でリーピチープに再会する。映画では、このような描写はない朝ビラキマル東の海へ第一章、ナルニア国物語、第2章、カスピアン王子の角笛では、フル CG で登場しており、イギリスのスタンダップコメディアンで俳優のエディザード、日本語吹き替え版では、落合孝二が声を当てている。BBC ドラマ版の第2章、第3章では、 映画の第2章で、ニカブリク役のワーウィック・デイビスが着ぐるみで演じている。ありがとうございます。